YouTube をご覧の皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないので挨拶を全部しました。ワクワク撮影隊の監督です。この服、はい、いつもと違う。見てもらったらわかると思うんやけど、そう、まあ清掃という意味を込めて今日は白にしました。でね、今の時期は卒業、入学っていう時期やと思う。例えば小学生の子は3月に卒業して4月に入学、中学生になる。まあ中学生の子は3月に卒業して4月に高校生になる。といって同じ学校やったりとか同じクラスの子と別れる時がある。そして4月になったら新しい生活、新しい環境での出会いという感じで、ちょうどね、別れがあって出会いがあるっていうのが今の時期やと思う。でね、今日は俺の学生時代の思い出話をしようと思う。っていうのもそもそも動画撮るつもりなかったんやけど、ちょっと家の方をね掃除してるとこんなものが出てきまして、色紙で、まあ詳しく見せられへんねんけど、まあ俺がこれをね読んでいこうと思う。いや、これがまた感動してね、ほんまに。で、子供の時ね、実はテニス部に入ったんよ、テニス部。で、ずーっとテニスしとったんよ。うん。で、例えば、中学校、一ブロックとするやんか。で、高校、一ブロックとするやん。大学を一ブロックとするやんか。うん。専門学校、一ブロックとする。そういう一ブロックっていうふうに、まあ、決めた場合さ、二ブロックも三ブロックもテニスしとったんよ。もう子供の時はもうほとんどテニスばっかりしとったよ。うん。で、まあそのね、いつの文化は言われへんねんけれども、その学生の時にね、まあ、一身上の都合で卒業までね、部活をせんと途中で辞めちゃったよ。うん。で、自分の中では正直ね、消えるようにして、辞めれたらいいなと思っとったんよ。まあ、大それたさ、例えばお別れ会とかさ、うん、なんか豪勢になしていらんかったんやんか、別に。うん。別に何も知らん、誰も知らんかったらスーッていなくなってもええわぐらい思っとって、あんまりこう大ごとにしたり、こうなんていうかな、こう盛大にされるのは実は好きじゃないからさ、こう見えてって思っとったら、こういう色紙をもらってさ、で最後の、食事会で、その食事会でまあ色紙を渡されたんよ。っていうのもなんかサプライズがしたかったみたいで、色紙のことを一切言ってなかったんよ。送別会で食事あるよというので、まあお店に行って、でそこに部員の子がもう俺の色紙でめっちゃええこと書いて、あとかで口滑らしたから、わざとか数か知らんけど、で、なんなんって言ったら、まあ、こんなもんもらった。でな、家掃除しとったら、まあこの色紙出てきてんけど、それがな、泣けてな、ちょっと紹介すんで。監督の練習での掛け声はめっちゃ良かったで、ハート。いつまでも大声で元気でいるように。これ女の子。うち女子テニス部と一緒やったんよ、男子テニス部。で、これちょっとふざけるというか、ちょっと面白いんだけど、俺という存在を忘れないでね、とかね。今まで部活を盛り上げてくれてありがとう。一緒にテニスができて楽しかったぞ。びっくりマーク2つ。監督はテニスの時や学校で会った時、いつも明るく元気だったな。こっちも元気にさせてくれてありがとう。これからも持ち前の明るさで頑張ってな。結構明るいとか言われるけど、実はそうじゃないんやね。むしろな、その逆かもしれん。明るいように見えるけどな。次。1年間お疲れさん。お主がおったからみんな楽しく過ごせたと思うよ。まあいつでもテニスをして死においでや。楽しい日々をありがとう。これはうちの同級生の、まあ、うちの代のキャプテン。で、少林って呼ばれとったよ。剣法しとったから。少林へ。あんましテニスで一緒に打ったりもできへんだけど。できへんだって言ったらこれ方言やな。できへんだけど。少林のファイトはかなり見とったで。1年間しか一緒にできんかったけど楽しかったな。また部屋に遊びに来なよ。これ学生の寮に僕入っとってさ、でこの子も寮やって、で学生マンションみたいな感じで、そのマンション、まあ寮やねんけど、マンションが全部な、そこの学生さんやねん。だからこの子の部屋にも遊びに行くときあってやんか。それでまた遊びに部屋に遊びに来なよ言うて、でこれすごいね、もういっぱいね、もうほんまにもうほら敷き詰められとんねんけど、実はね、もう字が薄くなってもうて、ほとんどが見えへんのよ。それが残念なんよ。解読不可能。うん。とか、なんか、筆圧がさ、強いんかで、色が完全に消えて、なんかこう、彫られてるだけになってるみたいな。そんなんがね、もう半分以上占めとるから、ほとんど読まれへんのが残念やけど、ちょっと解読しながら読んで。黄色とかやから特にわからんね。クラブの雰囲気を楽しくしてくれてありがとうな。これからも頑張れよ、とか。長いようで短かった気もする。1年間だったわ。同じコースやし、あったら声かけてや。うん。これ、勉強は同じコースの子やったり、いつもみんなを笑わせてくれてありがとう。
監督のモノマネはめっちゃ面白かったで、これからもいろいろ頑張ってな。これモノマネしとった記憶はあんねんけど、何やったかまだ覚えてないよな。でもみんなでわい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 しとったわ。ちょうど若い時やったからさ。お前は俺の親友だった。親友のお前が部活を後にすることは俺には悲しい一言だ。これからも頑張ってくれよ。これかっこいい子やって。ちょっと俺好きやったなこの人。監督がおってくれてほんまに部活が明るくなってすごい楽しかったで。監督が辞めるって聞いてほんまにびっくりした。めっちゃ寂しくなるな。監督の声出しがあってほんまにテニス頑張れたよ。パワーをありがとうハート。監督のジャンプショットと元気は忘れません。いつでも来てよ。これ女の子ね、女子テニスね。監督は最後までテニス部におると思った。1年間楽しかったよ。たまには遊びに来いよ。裏行きましょう。裏は飲み会の時にね書いてくれてんだからギリギリやな。渡して完成形を、に書いてくれたみたいな感じ、だからみんなが先に書いてくれたのとまた違うみたいな順番が。それがね、また裏やからすごい長々と書いてくれとるんよ。監督は非常に面白かったです。コートの上は笑いの神やったね。にっこりマーク。そんな監督がコートの上からいなくなると寂しいような、てんてんてん、びっくりマーク、はてな。まだ部活してほしいけど、家の事情なら何も言えないけど、お前ならバイトも頑張ってできると思うよ。びっくりマーク、びっくりマーク。いつでもコートに遊びに来いよ。笑顔マーク。そんな監督がみんな大好きだと思われる、ピースマーク。また遊ぼうな、欲しい。お前にはテニス部のみんながついてるよ。プラスチックいいなーかー。また少林拳見せてな。てかコート来いよ。またコート来いよ。歓迎するなりコロスケじゃないなりポロポロ。今はテニス部じゃないから遊びに来れないって言ってるけど、みんな来てほしいって思ってるよ。そんなの言われたらこっちが悲しくなるから、そんなこと言うなよ、にゃーって猫が書いてる。お前はテニス部の一員や、びっくりマーク、びっくりマーク。これはね、長々とあるけど説明するけど、まずこの笑いの神、これね、ないんよ。俺スポーツするときはもう本気やから、笑いのこと一切考えてない。で、熱中することになったら人一倍、人十倍熱中するようなタイプの人間やから、言うたらテニス部こんなやってんやんか。ラケットこう回してさ、おいおい、せんこい、おいシャー、おいおい、シャー、オッケーみたいな感じで、オッケーは言わへんか。うん、忘れてもとんな、昔やから。で、こう、サーブは打つときな。で、おいおいシャーキー、どんまいどんまいシャーみたいな感じ。ちょっと感覚は忘れとうけど、なんせこう夢中で声を出しとった。なんか笑いの神言うけど全然受けとか狙ってないし、そんなこと考えてないよ。ただただ夢中で声出して動いてた。それがなんか楽しかったよな、みんなから見て。で、プラスチックいいなって言ったのは、あのちょうどな、そのバイトで辞めるっていう風な、理由やってんけども、実はあのプラスチック関係のね、あの工場で働いとったの。なんかプラスチックいいな、ガーガーってなんかわけわからんこと書いとるんだよね。で、また少林拳見せての、これは俺が少林拳幼い頃ずっとしょったから、それをね、みんなに前にな披露したい。ほなそれが受けてさ、天地拳っていうの型があんねやんか。天地拳の第4系の型がめっちゃおもろいっつってて、でそれで結構すごい場が和んで、わーってこう笑いが生まれてさ、休憩時間とかコートで円作ってさ、みんなにこう先輩らに肩教えたりして、それ言っとんねやろな。また少林拳見せてなって。でもこれあんまりな、多分な、習ってない人に見したらあかんねんけどな、ほんまは。門外支出やからな。門外。まあ、はい、次。先輩。1校上か2校上の先輩でした。はい、監督、2年弱テニス部で活動できてよかったよ。スポセクも頑張ってくれたらしいじゃん。これからも大学で会ったら声かけてくれ。お疲れ。でスポセクっていうのはうちの学校ね、学校の行事によってそれぞれなんかこう、大きい部署みたいなのがあったよ。事務所的な感じ。事務所じゃないけど、その、まあ、生徒会じゃないけど、そういう団体があった。文化系とか、その中でスポーツセクションっていうのがあったよ。これは運動部、文化系じゃなくて運動部、とか、まあ文化祭のこともあったんかな。文化祭は文化祭の団体と、その中でスポーツ、要するに運動全般もしくは運動部の、団体、そこのも実は所属しとったんよ。車に乗って8時とかからなんか先輩らの車乗ってなんか違う大学に行ったりしとってんけどさ、そんな感じでね、スポセクの方の活動もしとったから頑張ってるらしいじゃんと、まあ、この先輩の耳にも入っとったよね。
で、少林に教えてもらった少林の方はまだかすかに覚えているよ。テニス辞めても頑張ってた。少林のことはめっちゃ好きやで。これ先輩ね。で、あんまり関わりなかったけど面白かったっす。バイトも大変と思いますが、また学校で会ったら声かけてください。ありがとうございました。っていう、ちょっと面白いよ。後輩くんがおってんけどね。はい、っていう感じかな。正直ね、これを初めてこう家で見つけた時はさ、見入っちゃったな。で、泣きそうになった。ジーンってきた。でもさっき言ったみたいにほとんど見えへんのよ、これ薄なってもって、それが残念、こんなんも全然わからんからな。監督がいなくなるって本当に寂しい。泣きマーク、声出ししてくれて本当に助かったよ。ありがとうね。少林がいなくなったら一緒に 声出ししてくれる人おらんくなるな。でもテニス部もこれからも頑張るからね。笑わしてくれてありがとう。すごく楽しかったよ。これからも誰が見かけたら声かけるね。テニス部も忘れないでよ。頑張ってねって。これも女の先輩かな。もうほんまに読まれへん名前がね、完全消えてもうとるんだけどね。先輩かな。女子やねんけどね。嬉しいな。でもね、その面白いって言われたらもうその声出しの件も、別にみんなのために声出したわけでもないんや。で、コートの雰囲気を良くしようと思ってな、声を出したわけでも申し訳ないけどないねん。俺、おっさんになった今でもやねんけど、やっぱ自分なんよ。自分が、動画に関してはワクワクしたいからワクワク撮影たいな、撮らせていただける方もワクワクして楽しんでねと、俺も楽しむからと、そして視聴者さん見てる方も楽しむというのでやってる。だから結局自分なんよ。まあ視聴者さんとかね、周りのことってさ、自分じゃないけれども、テニス部の時も部の雰囲気とか部員のため思ってとか声出したことは実はなくて、目の前の敵に勝ってやろうと、真剣に打ち返してやろうと、もう闘争心じゃないけど気力っていうか、テニスに対する気力がもう多分人一倍熱かったと思うのか、人10倍ぐらいだ。だから多分声が勝手に出るやろな。1本目2本目どんまいどんまいとか、気にすんな気にすんな大丈夫次やるぞとかさ言うねん。俺サーブとか言うねんのか、必ず言うぐらいや。それはでもあれか、ナイスサーブとかドンマイとかいうのは部員のためか。なんやかんや言って俺気づかんところで、なんか自分が気づかんところで自分が気づかないことしてるね。なんか結構このね文字見る限りみんなそんなこと思ったみたいね。だから総括して言うと、声出してくれてありがとう、部の雰囲気を良くしてくれてありがとう、面白かったよ、笑いの神やったよ、いなくなると寂しい、そんなね自分でも驚くようなこと、こんな思っとったのかと思うようなことみんな書いてましたね。いや、まあ嬉しかったし、見入ってしまった。これ初めて見た時は。そしてそんなたくさんもね、20-30人いるんちゃうから書いてくれましょう。本当にありがとうございました。みんなありがとう。もうそれぞれ結婚もしてさ、で全国に散らばって、誰がどこで何をしようかって正直わからんねんけれども、また会いたいなと思う人でした。はい、皆さんも卒業は寂しいと思いますけども、新しい生活、さらにいろんな人と出会って楽しい思い出が作れるきっかけとなると思うんで、別れっていうのは出会うためにあると思ってください。なんで皆さんもいい青春をお迎えください。はい、監督でした。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。限りなく